始めましょう。劉備亡き後、蜀ではその子劉禅が帝となった。あなたは有能な人。僕も。ようこそ、いらっしゃいまし。今後ともごひいきに。一強ど来てくれ。みな。以上が北伐を前にこの諸葛孔明が申し述べたいことの全てです。皆さんのおかげで。こ
この五条原で諸君を完膚なきまでに叩く。諸葛亮、貴様の命脈もここまでよ。芝居は容易ならざる相手です。皆さん警戒しつつ信用してください。この程度、もはや職など葬儀の敵ではないな。敵の奴らが芝居様をバカにしただと。
ってしまうとやむを得まい。全軍撃って出るぞ。信じておりました。ご助力感謝します。この私によもや勝つ気ではあるまいな。これならどうです。お前こそ真の三国無双なり。なかなかの実力を持っていますね。くそ、ないとやりやがる。ここは一旦引くとするか。その調子でお願いしますよ。かつ剥製とも手加減は不要だ。ここは解散だ。流れが変わるのを待たないとな。行きます。やる。立て直す。一度引くぞ。流れを決心は僕が打ち取りました。己諸葛亮め、貴様さえいなければ。みんなよくやってくれました。この勝利、私たちにとって大きいものです。
この城を狙うとは野暮な方々ですね。無様に散っていただきましょう。この城を落とすことは大計に含まれています。必ずや制圧しましょう。お一人は体を張った冗談です。私は嫌いでもないです。無理だ。この拠点は僕が制圧しました。逃げることは恥ではありません。最後に笑えればいいんです。行きます。いいぞ。攻めるぞ。気合い入れろ。しかない。今は蹴取られずに気にしてみましょう。私の華やかさがあだにならねばいいのです。連盟があちらへ走っていくのです。近道でもあるんでしょうか。よくやってくれた。策を縮しんだか。再度練り直そう。行きます。兵器を出しましょう。この戦の流れを変えるのです。やるな。大したもんだぜ。これでこの状況は私たちのものですね。早く仲間に伝えねば。策を阻止しました。この程度見抜けぬはずがありません。むやみに活躍している人がいます。嫌味にならない程度に注意しましょう。いざ一心を担として攻め立てん。逃がしません。あなたのせいで皆が苦々しい顔をしている。味方の援護に回る。者ども俺に続け。想定通りの展開だ。罠に桶を持って敵を退けようぞ。打ち取りました。
ごとく。超春雷の前に立ったのです。見苦しい戦だけは許しませんよ。受けを始めた僕らの欲求を満ちます。行きます。敵将は僕が討ち取りました。皆さんのおかげで勝てました。このランス。皆で私を支えて。この城
切り渡してなるものか。そうで死守せよ。ここをかっさらう。お前ら行くぞ。わかった。見事な戦ぶりだ。あら、私は怖くないのかしら。ぜひ気にしましょう。この戦の流れを変えるのです。やりやがったな。借りは返す。覚えておけよ。一人で何してんだ。おお、よくやってくれた。制圧しました。行きます。この策こそ勝利への一歩よ。行きます。策を実行する。行くぞ。東市場ってんだ。ま、忘れてくれて構わないぜ。敵をぶちのめしに来てやったぞ。生意気な人を見かけたのだけど、ちょっと注意してこようかしら。策を阻止しました。この程度見抜けぬはずがありません。おいたがすみるんだ。行きます。この策からの流れを見せます。僕らの連携を見せます。敵将は僕が討ち取りました。敵将は僕が討ち取りました。
引いて体勢を立て直す。みなしばし耐えよう。大きくすぎる。この勢いによって敵陣に迫りましょう。私とて乱世を進む者、お前に倒されてやるわけにはいかんのだ。皆さんのおかげで勝てました。あなたの噂を。天下だ。私少し乱れは任せておけ。わかった。なるものか。総出で死守せよ。なかなか良さそうな城じゃねえか。わしらでもらっちまおうぜ。
ましょう。皆さん、準備はいいですか？策を実行する。行くぞ。ほう、お前が相手。この私に、よもや勝つ気ではあるまいが。目標を攻撃する。隠れ。体勢を立て直す。一度引くぞ。行きます。なかなかの実力を持っていますね。攻勢に出ましょう。この策こそ勝利への一歩よ。敵に不穏な動きあり。阻止しました。この程度見抜けぬはずがありません。城壁から制圧にかかってください。この勢いに乗って敵陣に迫りましょう。私と手、乱世を進
進む者、前に倒されてやるわけにはいかんのだ。僕らの攻撃を見せます。僕らの攻撃を見せます。そこまでだ。私が身の程を教えてやろう。この命食えてやるわけにはいかん。皆さんのおかげで勝てました。あなたの武勇、天下のため。感謝する。あなたにもっと。私か。なるほど。頑張って。ぼ。この。なるほど。
この少し この聞いても分かりました。出したまま。承知いたした。かの城を我らの手に。皆、力を貸してくれ。お前ら、ついてこい。このまま
救援を。なんだこいつ、強すぎるぞ。成功です。今こそ攻勢に出ましょう。これならどうです。行きます。ご無事だったのか。これで一安心だな。よし、絶対にここから巻き返してやろうぜ。この程度で動揺すると、私には何が足りないのだ。私も諸葛一族の端くれ。この契約必ず成功させてみせる。行くぞ。私の才覚ではもはや巻き返せん。ここで敵をとどめねばならん。たとえ戦士になろうともな。残しといてくださいよ。私には尻尾を巻いて逃げるのが似合いだ。皆さんのおかげで勝てました。お待ち、この…なる…
ランセット。お待ち、この…なるほど…よっ…待っているのだ。このチワは
こう。このままじゃダメになりそう。わかりました。俺は過去を中よく真剣へとよく分かりました。あなたと義兄弟になれた今日という日を僕は一生忘れないでしょう。
誓い合ったこの景色を胸に乱世に挑まん。どうし、お招き。ありがとうございます。あの方、虎に劣らぬ勇壮ぶりでしたわ。今回
陸白猿、このどう この配下に。ありがとう。あ、この。
この…やる!よし!私にか分かりました。先日のお話、僕はもっと強くならなきゃ。大切なあなたを守るために。夫婦は一心同体です。楽しい時も辛い時も私はあなたの隣にいますわ。今回
多くの人が戦で苦しみ続けている。つまらぬ妻ではございませんわ。任せろ。お任せください。わかりました。お任せください。わかった。みんなひるむな。この城は我らの絆で守り抜くのだ。承知つかまつった。私たちこの城を制圧します。飛型を使いましょう。皆さん準備はいいですか。ガルドは実行する。行くぞ。この城壁は抑えました。攻め込む好機です。ここは引くがきつと見た。すぐに戻るゆえ持ちこたえてくれ。私も諸葛一族の端くれ。この契約必ず成功させてみせる。よっ。お任せください。策を実行する。行くぞ。行きます。
ちのめしに来てやったぞ。阻止しました。この程度見抜けぬはずがありません。この地は私が抑えたぞ。私の才覚ではもはや負けられせんか。焦って孤立したか。未熟なのだ。味方の被害を抑えつつ迎撃せよ。敵をここで足止めするのだ。僕らの流れを見せよう。流れを変えてみせます。素晴らしいご活躍。僕が打ち取りました。僕らの本気を見せます。行きます。結構やるな。私には尻尾を巻いて逃げるのが似合いだ。皆さんのおかげで勝てました。よし。ゴリ。いいだろう。
これを私…あなたといる。今回お待ち願いたい。私から。これ。こちら。そうだな。私をよく来てくれ。わかりました。僕が頼る。もちろん。
お待ち。わっ。ご協力。いいだろう。私の。お待ちこ。私ぜひ。そうだな。承知いたした。任せろ。わかった。お任せください。つまらぬ妻ではございませんわ。お任せください。承知つかまつった。ここは自分と。わかりました。そうだ、奪うと言うなら容赦はせん。敵の城を落とすのだ。
ましょう。皆さん、準備はいいですか？行きます。天よ、今こそ我が声に応え、奇跡を示したまえ。目標を攻撃する。かかれ。才能は使うためにある。小生を打ち倒す強いがね、その真意を果たさねばならんか。おお、よくやってくれた。おいおい、どうしたんだ。一人だからって手加減はしないぞ。敵を投入します。敵はきっと最初に苦慮するはず。よくやってくれました。引くしかないな。この桜の本気を見せます。桜の本気を見せます。今日私こそ、これならどうです。英才の誉れ高き勝士、その記憶に刻みつけて。行きます。これはこれは、いつもながらお見事ですな。いつもながらお見事な武勇。行きます。さっきの番もありませんな。こうやっては一度引くしかない。遅く成し遂げてみせる。伝令があちらへ走っている。近道でもあるのでしょうか。攻勢に出ましょう。行きます。この拠点は僕が制圧しました。この桜の本気を見せる。桜の流れを見せます。早く仲間に伝えねば。策を阻止しました。この程度見抜けぬはずがありません。おお、結構やるな。あいつをほっとくのはまずいだろ。しゃあねえな、俺が追いかけるか。体勢を整えねば。あとは頼んだぞ。さて攻めるか。狙いはあそこだ。この拠点は僕が制圧しました。行きます。敵将は僕が討ち取りました。行きます。よくやってくれました。おお、素晴らしいご活躍。こうなっては一度引くしかない。余計なことは考えるな。
前進しよう。任せろ。わかった。取りました。おお、よくやってくれた。なんて勝手な奴だな。けじめは自分がつけた。この先だけ得られぬためとして長生が先を下がろう。行きます。これならどうです。敵将は僕が討ち取りました。皆さんのおかげで勝てました。話し誰よりおうこと
素晴らしい。これこれ。ご。今は。今回。土地にし。